皆さんこんにちは。突然ですが、運転中や作業中以外の人は今すぐにご自分の両手の爪を見てください。いずれかの爪の表面に小さな白い点はありませんか？もし爪に白い点が一つでもある人は、近い将来幸運が訪れようとしている前兆、または今現在幸運が訪れているというサインの可能性があります。このように爪に現れる白い点のことを手相学では幸運の白点と呼び、喜ばしいことが起きる前触れや運気が大きく上昇している時期に現れるとされています。さらに興味深いことに、白い点が現れる指によって幸運の種類まで決まっているという非常に珍しいサインなのです。医学的には点状走行白斑と呼ばれる症状で、特に体には害はないとされており、爪が伸び続けることで数ヶ月で消滅するといいます。逆に言えば、幸運の持続期間は幸運の白点が出現してから爪を切ることで消滅するまでの約3ヶ月前後の期間限定ということになります。そこで今回は、爪に現れる幸運の白点の意味を各指ごとに簡潔に解説いたします。ぜひ最後までご覧ください。親指、人間関係の幸運。あなたの個性に注目が集まり、人気を得たり思わぬ抜擢があると予兆され、性的魅力の高まりや恋人の出現を暗示しているといいます。総じて人間関係が良好になることで好循環が生まれ、自信が高まることを示すサインだと言われています。人差し指、仕事運、希望が叶う、思わぬ幸運。仕事関連の幸運が舞い込む予兆とされ、役職の昇格やそれに伴う昇給、栄転やヘッドハンティング、独立など、仕事環境の大きな好転が期待できる前兆とされています。中指、移転運、旅行運。引っ越しや転勤、旅行などの移動に関する喜ばしい出来事が起こるとされ、旅行であれば旅先で素敵な出会いや貴重な経験をするといった可能性があるといいます。また、昔から持っている悩みが解決する兆しが見られ、幸運が巡ってくるといいます。薬指、名誉、名声運、配偶者運。名誉や名声を得る時期であるとされ、恋愛運も同調して上昇しており、理想の結婚相手との出会いや配偶者からの喜び、経済的な喜びが起こる予兆とされています。小指、金運、不動産運。金運上昇のシグナルと考えられており、思いがけない臨時収入や宝くじに当選、投資に成功するなど、金銭面での幸運が期待できる暗示とされています。また妊娠を望んでいる方には、子宝に恵まれる前兆だとも言われています。ご注意点としまして、万が一一つの爪に白い点が4つ以上出ている場合は、今現在精神的に疲弊している可能性が考えられます。これは精神的、外的ストレスなどで急に白髪が増えるといった現象に近い意味を持つとされています。この症状に該当する方は、生活のリズムを見直し、心と体を十分に休養させることが必要です。そして肉体的、精神的な健康を取り戻し、取りこぼしなく幸運を引き寄せてください。いかがでしたでしょうか。ぜひ今回ご紹介した当動画をお気に入りに加えていただき、コーヒータイムや入浴中などにご自分の爪を眺めてみるといった癖をつけて、巡ってくる幸運を確実にキャッチできるように心の準備をすることをお勧めいたします。貴重なお時間を割いて当動画をご覧いただきました皆様のご多幸を、スタッフ一同心よりお祈り申し上げます。これからも
開運に特化した有益な情報を発信してまいりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。